いってらっしゃい、気をつけてね。はい。おはようございます。みんなまったりモードでしゅね。あ、タミちゃん伸びしてますけど。はい、おはよう。ゆっくりしててね。コミくん、おはよう。うん、気あくび。コミくん、今日は注射だからね。もう少しだけゆっくりしてて、そしたら行くからね。よろしくお願いします。また戻ってまんまるさんになってますけど。タミちゃんも、おはよう。ネムネムなの？今日ポミクとママ病院行ってくるからね。お留守番できそうだったらお願いしますね。できないんだったら先に言ってくださいね。お願いしますね。もうちょっとのんびりしててください。ただいまね、7時40分過ぎなので、アポイント9時半になりますので、まあできればちょっと早めに9時ぐらいには落ち出れればいいなと思っておりますので、準備してまずは動物病院に行って、でお家帰ってきて、そのままね、もうお買い物出て、お買い物帰ってきてからね、お家のことしたりなんだりやっていこうと思います。それではね、9時になりましたので、お家出ようと思うんですけど、見えてらっしゃいますでしょうか。もう一方いらっしゃると思うんですけども、いましたね。先にポミ君車乗ろうかって言って車来て、ポミを車に乗せてドアバサンと閉めた瞬間からですね、とんでもないおたけびを上げましてなんで私が乗れないのというね、アピールだったんだと思うんですけど、ちょっとダメかなと思って、サムちゃんもじゃあ行きますかっていうことでね、一緒に行ってこようと思います。行ってきます。動物病院着きました。ポミちゃん、お注射だからね、ずっと興奮しておりましたけれども、お出かけ大好きだから楽しくてしょうがないんで、じゃあ行ってきましょうね。 OK？ 注射を終わって戻ってきました。始終ご機嫌さんだったんですけど、すっごく楽しそうなの、注射打たれてる時も。何がそんなに楽しいの？チュキなの？先生チュキだね、ポムね。狂犬病とボルテラかなを打ってきまして、来月ね、健康診断とデンタルケアしましょうねって言われたので、また予約取らなきゃと思っておりますが、書類をね、いただいてきたので、それをね、お家帰ってスキャンしてお父さんに送って、シティの方に登録しなきゃいけないから、それの期限が切れそうだったのでね、今日行ったんですけど、お家帰ってやりましょうね。じゃあお家帰りましょう。お家帰ってきます。サムちゃん、付き添いどうでした？一緒に行きたかったんでしょ？よかったね、一緒に行けて。で、ポミちゃん、今日はお注射したからね、少しのんびり過ごしてくださいね。ママ、これからまたね、お買い物行ってくるからね。みんなで仲良しちゃんしてお昼寝しててください。それではお父さんに書類をね、スキャンして送ったので、郵便局、ウルタ、トレーダー・ジョーズ、あとパビリオンズ行けたら行こうかなと思ってます。行ってきます。お家帰ってきました。振り越しはしてたわよって言ってましたけど。郵便局で荷物を受け取ってきました。のぐっちゃんからですね、お誕生日にって言って送っていただいたので、犬と猫のおもちゃとかも入ってるっぽいけど、またお父さん帰ってきたら一緒に開けようと思います。それから、先にトレーダー・ジョーズでお買い物してきたものは、パスタソースとアーモンドミルク、それからパスタ弁当用のミートボールと、これあったら何もないって時に使えるかなと思って、グリーンのねミックスを買ってきました。あとはネイブルオレンジで、ヨーグルト買ってきたんですけど、この前にお父さんと一緒に食べたマシュマロ入りのヨーグルトをね、お父さん大層気に入っておりまして、まだマシュマロ大量にあるから、じゃあまた作っとこうかなと思って買ってきました。久々に食べて美味しかったので、コーンブレッドクリスプスとポテトスナックを1袋になります。あとパビリオンズではキャベツ、それからクラブミートですね、カニ缶一缶買ってきました。とこれやばい、冷凍食品だから先にね冷凍庫入れときます。それからウータではこちらを購入してきたんですけど、の私の大好きなですね、21日間の半額セールですねが始まっておりまして、取ってあるんだけど、もう17日から始まってるんだけど、今日までね特にお買い物してなくて、ちょっとトゥーフェイスのアイシャドウパレットは悩んだんだけど、もうパレットばっかりいいやと思って、でもこれは欲しいと思ってるんですが、始まって10日ですね。めっじゃあこれ気に入ってるんだけど、イプシーバッグに前入ってて、スマッシュボックスのフォトフィニッシュプライマライザーですね。これね、乾燥しなくてめちゃくちゃいいので、現品サイズがね、今日限り半額だったので買ってきました。あと今月ね、お誕生日月なので、ウルタのお誕生日プレゼントこちらになるんですけど、のクリームですね、トランスフォーミングモイスチャライジングスーパークリームって書いてある。イットのものはね、すべてアンタイエイジングなのでね、今使ってるクリームなくなったら開けようかなと思ってるんですけど、そういえば去年いただいたクリニークのセットもまだ使ってないと思って、クレンジングと拭き取りの化粧水が入ってたんじゃないかなと思うんだけど、箱ごとそのまま多分ある。せっかくいただいたからね、使わないといけませんね。ということでね、こちらをね買っていただいてきました。以上になります。まもなく12時になるので、
ので、まあちょっとちょこっとお家のことして、お昼なんか食べて、まあできたら今日はですね、座りのビデオを撮っていきたいなと思っておりますので、やっていこうと思います。午後のお外探索タイムです。もうそろそろね、このパラソルを広げないと、お外出て座ってるとね、日差しきつくなってくるなと思うんですが、今日はもういきなり日向ぼっこ始めましたね。今までサニックと追いかけっこしておりましたが、サニックベッドの上逃げてましたけど、小鳥の餌もだけど、ハミングバードの蜜もめっちゃ減ってるんだよね。最近ハミングバード結構来てて、チッチッチッってね、吸ってた。かわいいんだ。ね、ポミ。これはね、十分干したので、今ね、袋持ってきたから、この中入れて、お散歩バッグにね、入れておこうと思います。まあ、ポミ、私が動いてるとね、ちょこちょこ動いてるんだけど、まあ、おとなしく座ってたり、うとうとしたりしてましたね。サムちゃんはなぜか帰ってきたら、私疲れたわよって言ってね、熟睡してましたけど。気になるの？先お仕事しといでよ。ボールしまおう。ポミが気になるからね。なんなんしたからね。サムちゃんは私もボールするわよって走ってきたけど。またお父さんお休みの時にボールしてもらおう。お前ら何してるんだってお隣のワンちゃん泣いてるじゃん、ポミ。ポミくん病院でお仕事したっきりしてないじゃん。サムちゃんは病院でもお仕事しなかったじゃん。お仕事してください。タンポポの綿毛が飛んできて、私のポケット入ったんですけど。おいおいって感じなんだよ。ポミくんね、ボール気にしてるから、もうお家の中閉まってきたのでね。お仕事したらね、ポミお家入ろうね。あ、サムちゃんお仕事する気になってますね。ポミちゃん、サムちゃんお仕事してるよ。お仕事してお家入りましょう。ビデオ撮り終わりました。ポミがずっとあそこで圧をかけてるんだけど、ママまだでやんちかねって。今月もね、こちらで撮ったんですけど、FC バッグのビデオ撮っておりまして。今月ね、FC バッグ届くのが遅くって、そう、この前の月曜日に届いたんだけど、ちょっともう前髪が邪魔なので、ビデオ撮り終わったらこれをね、キュッとまとめてしまおうと思ってたんですけど、3月のものなのでね、できれば3月中にね、公開にしたいなと思っておりまして、おもちゃとあと骨をポミくん持ってますね。すごい可愛いの、ポミ。いくでやんちよってずっと言ってんの。ポミくん今日注射したから、お散歩は近所一緒だよ。先生言ってたでしょ、今日は激しい運動しちゃいけないでしょよ、安心しててくださいねって言ってたじゃん。そんなのよくわかんないでやんちよみたいな感じですけど、ポミくんお化粧してるときはお顔舐めちゃいけないんだよ。ポミくんお腹痛いんだと困るもん。サニくんはベッドの上で寝てて、サミちゃんはねずっと姿を見てないので、多分ねソファーのね背もたれで寝てると思う。玄関開いてると、あそこラブシートの背もたれ乗ってると、まず玄関の外が見えるのと、夕方になるとね西日も入ってくるので、彼女のお気に入りポイントなんですね。ファミちょっとベッドの下いたんだよね。先生今日歯見せてくれたじゃん、ポミだの。ママにも見せてよ。来月デンタルケアしようねって言われてたじゃん、デンタル。綺麗にしてもらおうね。まあ、ということで今何時？あ、もう6時なんですけど。じゃあね、ご飯の支度してお散歩行きましょうね。はい、じゃあポミとタムちゃんご飯しようね。サニくん座っておりますね。圧をかけてますけど。まあ諦めてそのうちカリカリ食べるでしょ。お座りしてください。なんか今日フォーメーションおかしいですけど。今日もチキンチップ入ってるからね。よく噛んで食べてね。ポミくんお薬ちゃんと食べてね。お願いね。お手、よし食べなさいですよ。ゆっくりガニガニね。ヤナムちゃんもお手、おかよし食べなさいですよ。ヤナムちゃんもゆっくりガニガニしてね。おチキンチップうまいでしゅか？よかったね、チキンチップね。ゆっくりガニガニしてください。食べまった？お皿をきれいに舐めるんですよね。ダムちゃんはね。ポミくんヨーグルトじゃしよう。ポミくん今日お薬ちゃんと食べておりこでした。キレキレしてんの？上手ね。ピカピカじゃん、お皿。ヨーグルトさんしようよ。はい、どうぞ。サムちゃんお座りしてください。あ、おりこしゃです。すげえ。とか言ったけども。サムちゃん、おにゃの子なんだから、やめてよ。お父さんみたいや、あなた、ほんとに。なほみくん、今日も頑張りましょうね。お手、おかえもう一回、お手、おかえもう一回して。お手、おかえもう一回して。お手、おかえ上手じゃん。で、おかえじゃあ最後、お手、おかえ、よし、食べなさいですよ。クーポイ、上手でした。サムちゃんも頑張りましょう。はい、お手。おかえりもう一回して、おしゅうわり。お手、おかえりもう一回おしゅうわり。お手、おかわり、おしゅうわり。じゃあ最後でしゅ。お手、おかえり、よし食べなさいでしゅ。上手ですね。私のバナナよって言ってますけど。バナナさんまだ健在なんですね。そんなに壊れてないね。な、ヨーグルトさん食べたな。お散歩行きましょうね。それではですね、近所一周お散歩に行ってこようと思います。はい、行きましょう。行ってきまーす。お嬢、2回目だ。珍しいね。
お家帰ってきました。今日もねお父さん遅いって言ってたからね、アイヨン拭いたらのんびりしゃんしてお父さん待ってよね、サニくんもね。それでは私ご飯食べようと思うんですけど、今日お昼ね昨日の残りのスープがあったからまたラーメンを食べたので、夜はもうサラダにしようと思ってて、なので久々にこの大きいタッパーね引っ張り出して野菜ね刻んで入れただけなんですけど、この前日経マーケットで激安で売ってたノンオイルのねごまドレをかけました。それからこの前お父さんがですね大量にシシトウをいただいてきまして、もう天ぷらにするのはめんどくさいなと思ったので甘辛くねパパッと炒めたものになるんですけれども、こちらを食べようと思います。それではいただきます。さあ帰ってきましたね、サムちゃん大騒ぎなんだけど。お父さんお帰りだね。はい、お父さんお帰り。あれ、ポミ行っちゃった。サムちゃんが乗っかるから、ポミ来い。え、何だったわ。もうサムちゃんの匂いになってる。最後お父さんお帰り来たんでしょ。サムちゃんいるのか。カリコだね、サニクね、はい、お帰りしても熱烈歓迎ですよ。あんた病院行ったの今日、付き添いしたの。もう遅いからね、まあお着替えせずにささっとなんか食べてください。お父さんコンタクト取ってきたらしいんですけど、のぐっちゃんからの荷物一緒に開けようって言って今。ありがとうございます、スターバックスです。ありがとうございます。からかい、隙間できないようにしてください。作用ですかこれ。何クッキーですね、どちらのクッキー。お父さんクッキー好きだよね。クッキー好きです。開かないシュリンクしてあるじゃん。あ、どういうことですか。ちょっとあのノルウェー的な国旗がついてますけどね。おっと待って、のぐっちゃんの自画像がじゃん。美味しそうじゃん、バタークッキー。あ、ノルウェーちゃうしデンマークやしな、間違えた。恥ずかしいね、どうぞ、うん、間違えた。全然開けへんやん、これ何なん。ちょっと後からやる。うん、後からやる。はい、続きまして、便座シートじゃん。ほんまや、ありがとうございます。大事なやつね。ありがとうございます。お尻冷たいから。こちらは何でしょう、うん、アイライナー。モテライナーのネイビーブラックじゃん。もう私なくなって困ってるって言ってたからだ。ありがとうございます。おー、バナナ発見。サムちゃん、あ、バナナ発見。バナナだ、これか。コメントであって言ってたのこれだ。サムちゃん、よかったね。バナナ2つになった、これか。なるほど。よかったね。あ、これ何、キャットニップだっていう。これどう、ひもにゃん。コプタン食べる、はい。あ、にゃんこのおもちゃね、あとは。へぇ、 ありがとうございます。チュール、お、チュール入ってる。ありがとうございます。ありがとうございます。やったじゃん、何か。ありがたいね、うん。あとスタバが入ってますけど、こちらは、うん、おっと、猫草第2弾。また栽培しよう。お、これお願いしたの。うん、ジャパン。お、そう、お誕生日にって言ってジャパンを送ってくださったですね。うち、あの、日本のやつは集めてないから初めてよね、日本のものは。ね、うん、お寿司イコールイクラみたいな。ちょっとかわいいじゃん、ジャパン。ありがとうございます。あ、お手紙入ってた、あとで読もう。あともう一個。あ、もう一個入ってる、あれ何これ。 You are here じゃないやつやで、うん。あ、これ大阪のやつだ。何これ。めっちゃかっこええやん、何なんこれ。大阪とジャパンどっちがいいって言われて、まあ日本持ってないから先に日本って言ったらめっちゃ、こんなんあんねや。大阪のも送ってくださったんだ。嘘やん。これ言ったじゃん、私お父さんに二度見したって。めっちゃええやん、何これ。かっこいい。あ、これはあのね、環状線のオレンジですね。うん、アメちゃん。大阪のおばちゃんなんだ、おもろい。形も違うしね。ね、うん、かわいい。何つけてはんのこれ。このこれ何なの。あ、手袋じゃないの。あー、そういうこと。はははは、なるほどね。あ、ありがとうございます。本当にありがとうございます。お誕生日プレゼントだそうなので。以上です、はい、いつもいつもありがとうございます。今日のビデオのコメントでね、あっていうのがあったんだけど、これだったんだと思って。でもこのバナナめっちゃ強いからありがたいですね。大事に食べて使わせていただきます。あ、お父さん開けられた、めた。どんな感じ。おお、あ、美味しそうじゃん。お父さんの好きそうな感じだ。うん、あ、うん、こうやってこう言ってるだけ日本産やろ。メイドインどこって書いてる。あ、でも原産国名デンマークって。うん、じゃあデンマークなんじゃん。そうばっかり。お父さん美味しかったって。私もではね、ちょこちょこおやつにいただこうと思います。本当にいつもありがとうございます。お父さんご飯食べ終わってお遊びタイムになっておりますが、サムちゃんね、先ほどパッケージに入っていたですね、ウサちゃん付きの紐ですね、めちゃくちゃ気に入ったようでね、離さずに遊んでおりますが、3分も経たないうちにですね、片耳引きちぎりまして、もうわたわたは出しました。ねえ、サムちゃん、どうしたのそれ。かわいそうに、ウサちゃん。
もう12時過ぎたのでね、この子たちね、ねんねの前のトイレ連れてってお風呂入って寝ようと思っております。何かおやすみ、背中で語っておりますね。ポミトさんもなぜかここにいて何かしておりますが、サニくん、今日サニくんのおもちゃとチュールさんと猫草いただいたんですけど、まだサニくんは見てないですよね。今度のびのびさんで遊べる時にね、サニくんのおもちゃ出そうね。サニくんめっちゃ夢中になりそうなおもちゃだったけど、ネジュくんもいたよ。サムちゃん取られちゃうからね、こっしょり遊ぼうね。猫草もまた栽培しましょうね。サニくん、最初のやつ食べきったんだよね。むしゃ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 毎日ね、美味しかったね。チュールもね、毎朝美味しくいただいてるんですよね。サニくんね、チュール食べるために起きてくるんだもんね。サニくんね、サニくんの好きないろんな素敵なものをいただいてね、本当にありがたいことだね。サニのぐっちゃんありがとうしゃんだね。サニくんね、サービスにこの卵温めスタイルの可愛いお手手をお届けしますって。な、今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやにゅみ、サニくぐっぽい、おやーちゅんぐっぽい、おやーちゅみ。ポム君どうしたの？私の予想、サムちゃんがそこにいるから入れないんだろう、もう。ポム君ねんねしなくていいの？このボンあげる、どうぞ。どこでねんねしゅんの？うん、そうね。入れるじゃん。だってサムちゃん一緒にねんねしたいね、ポム君と。ポム君とねんねするとあったかいから。ポム君おやすみー。今日チクンした子誰？アイオにチクってしたのと、あとお鼻にチュってされたんだよね。ニコ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 でね、してもらったんだよね。あ、サムが2つ持ってるんだ、ガニガニ。だからポミなんか言ってたんだな。ポム君も今日新しいおもちゃもらったね。最初に必ずね、お父さんも私もポミにおもちゃ渡すから、ピンクのウサちゃんの紐も最初ポミが持ってたんですけど、いつの間にかサムちゃんが振り回しておりましたが、でもサムちゃんね、ウサちゃんの紐も壊っちゃったね。もうすごいね、何でも壊っちゃうね。ポミは大事するんだよね。ポミちゃんとっても利口者なんだもんね。まあ普段からこの子まったり過ごしてること多いけど、今日はね、注射したからかね、やっぱちょっと疲れてるのかなっていう感じでね、うと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 ずっとしてましたね。結構メリハリのある子で、ガツッと寝るか遊んでるかどっちかって感じなんだけど、ずっとまどろんでるような感じだったのでね、やっぱり狂犬病の注射っていうのはね、強いお薬なんだなと思いました。疲れたんだよね今日ね。ご苦労様でした。今日も一日ありがちょね。ゆっくりねんねしてください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやーちゅみ、ポミククっぽい、おやーちゅみくっぽい、おやーちゅみ。サムちゃんもおやすみ。サムちゃんガニガニさん独り占めしたの？ポミクに一ちゅかしてあげてよ。今日ポミクと一緒に病院行ったじゃん。サムちゃんある種分お願いねってママ言ったけど、いやいやー言って聞いたことのないような声出しましたけど、あなたびっくりしたよ。お父さん帰ってきてからね、ママそのお話したらお父さんめちゃくちゃ笑ってましたけど。でもサムちゃん自分が病院行ってチックンされるの嫌なんでしょ？ポミクすごくお利口さんにチックンしてもらってたじゃん。次サムちゃんチックンの時ね、ポミクみたいにお利口校舎にニコニコしながらお願いしましょってできるようになるといいね。それからサムちゃんはいただいたばっかりのおもちゃをもう壊っちゃって、このお口か、壊ったのは、このお口で壊ったのか、ウサギちゃんですね。お父さんとね、引っ張り合いっこしてて、まあ片耳がね、取れたのは先ほどお話しいたしましたが、もう中身全部出ております。心臓も出しました。ちょっとわかりづらいけど、顔がね、裂けてるんですね。おっと、また火がつきましたけど、彼女のめちゃくちゃ好きなおもちゃですね。わたわたの入っているぬいぐるみがついていて、引っ張り合いっこしたりね、ブン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 振り回せるね、紐がついてる。サニク来たけど、サムちゃんのこと見てる。お父さんお風呂入るまでね、夢中になってずっと遊んでましたね。のぐっちゃんからのメモ書きにはね、壊してくださいって書いてあって、見事に一瞬で壊してしまいましたね。ね、サムちゃん。おもちゃはね、そうやってね、集中してね、いっぱいいっぱいいっぱい遊ぶんだよね。よかったね、サムちゃんね、おもちゃいっぱいいただいてね、シュノコでね、十分十分遊んでるね。また新しいの出しょうね。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやーちゅみ。サムちゃんグッベイビー。おやーちゅみ、グッベイビー。おやーちゅみ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま1時半前になります。お父さん歯磨きしておりますが、めちゃくちゃカシャカシャカシャっていう音聞こえておりますけれども、お父さん帰宅してからですね、ポミ君の狂犬病の書類の件ですね、シティの登録も無事済んだということで、間に合ってよかったなと思っております。お父さんやってきましたね。マニマニよくわかんないけど、ダークマニマニとか言ってて、
何なんだろう。ポミはですね、車乗ってお出かけするのがすごく好きなので、病院とか関係ないのね、始終テンションが上がっておりまして、診察台に乗った後も、まあ、ニコ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 とねしておりましてね、笑顔でね注射を受けておりまして、まあ嫌がったり暴れたりする子じゃなくてよかったなと思ってるんですけど、まあそれもね、トトがとにかくね病院好きだったから、そういうの見ててポミもいいところなんだって思ってねいるんじゃないかなと思いまして、サメちゃんは毎回ねサメちゃんだけ預けるから、そういった姿も見てないから、とにかく暴れてね、注射の針折れるぐらい暴れたりとかもしたことあるんですけど、今日はねサムちゃんの番じゃなかったからね、お留守番ねお願いしたらとんでもないおたけびをあげておりましたけれども、一緒に行ったらね始終ねご機嫌で楽しんでおりましたね。それからですね、本日もね日本からとっても素敵なパッケージが届きまして、のぐっちゃん本当にありがとうございます。もうサムちゃんはうさちゃんの紐ねほぼほぼ破壊しましたし、お父さんはクッキーをですね、あれ何段入ってんだろう、3段ぐらい入ってんじゃないかなと思うんだけど、一番上の段全部食べちゃって、まあもちろん私も少しいただいたんですけど、あとマグカップはもうね棚の中がいっぱいで入らないので、廊下に飾り棚として私使っている場所があるので、そこにね2つね並べて飾らせていただきました。お父さんに泣き始めた。その他もね、あーこれこれこれだよねっていうね、かゆいところにね手が届いているものばっかりで本当に嬉しく思っております。いつもいつもありがとうございます。今もメッセージやりとりしてるんですけど、私が髪型悩んでるから可愛い髪型の写真を送ってくださってますね。まあということで、お父さん寝ましたので私もですね電気を消して休もうと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。